はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、勉強に取り掛かるコツについて解説いたします。勉強しなきゃいけないけど、なんかできない、取り掛かれない、モチベーションが上がらなくて勉強に取り掛かれない、こういった方、意外と多いんじゃないでしょうか。で、人っていうのは今やっている行動をそれが区切りがつくまでずっとやり続ける動物なんですね。例えばなんですけれども、まあ、テレビのドラマを見始めたというのであれば、そのドラマが最後終わるまでやっぱり見続けたい。週末の朝、何も予定がなかったらもうできる限り寝ていたい。キッチンに溜まった洗い物、半分洗って残りの半分後でやろうってあまりいないと思うんですよ。だいたいやり始めると区切りがつくまでやっぱりずっとやり続けるんですよね。で、こうやって区切りがあるものについては区切りが終わったらやめるからまだいいんですけれども、区切りがないものとかもあるんですよ。それがダラダラしちゃうってやつなんですね。ハマってしまうとずーっとダラダラし続けちゃうんです。まあ、そうなってくると時間がなくなっちゃうんですね。例えば週末仕事がないというのであれば、仕事がある日よりも勉強時間はたくさんあるはずなんですよね。にもかかわらず週末の方がなんか勉強ができない。これっていうのはまだ時間があるから大丈夫だろう、午前中であればまだ午後があるから大丈夫だろう、午後に入ってからもまだ夜があるから大丈夫だろうみたいな感じでだら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 過ごしちゃう。で、結果的に時間がなくなっちゃって、で、明日仕事だからもう寝ないとみたいな感じでその日が終わっちゃう。そういった方もいると思います。すべてにおいて言えるのは、今の行動というものを変えることができなくて勉強ができないという問題に直面しているわけです。それに対応するためには何をしなきゃいけないのか、今の行動を変えるってことなんです。で、これっていうのはすごく簡単なんですよ。例えば座っている、現在座っているというのであれば立ち上がる、寝ているというのであればこれも立ち上がる、テレビを見ているというのであればテレビを消す、スマホを見ているというのであればスマホもちょっと消してちょっと遠いところ置いておく、ノートパソコンであればノートパソコンを閉じる、デスクトップであればデスクトップの画面の電源を切る。これをやるだけでも今のダラダラっていうのが一旦止まるわけなんですよね。この第一歩ってすごく重要なんです。これをやらないと今の状況を続けてしまうんですよ。なので勉強取り掛かりたいけど取り掛かっていないなっていう時は、ぜひですね、何か一つだけでも行動を起こしてみてください。そうすると次行きやすくなるんですね。できれば今からお伝えをすることまでやってほしいです。それは何かというと、まず勉強場所に行く、これ人によって異なると思います。私はよくマクドナルドで勉強してたんですね。なのでダラダラし始めたっていうんであれば、もうすぐに勉強道具をバッグに入れてマクドナルドに行くってことをやってたんですよ。家で勉強している方であれば、家でも勉強している場所っていつも大体決まってると思うんですよね。まあ複数あればどこでもいいです。勉強ができる場所、そこに行ってみてください。主婦の方でキッチンで勉強するって方もいらっしゃいました。であればキッチンに行く。リビングの机で勉強するのであればリビングの机に行く。自分の部屋で勉強しているっていうのであれば自分の部屋のその勉強の机の前に座るみたいな感じですね。で、それだけではまだ勉強できないっていう方は、例えばこんなことやってみてください。3秒数えてよし。これどういうことかっていうと、座りますよね。勉強場所行って座る。で、1、2、3、よしって、もうこれだけです。このよしっていうので気持ちをバッと変えるんですね。この3秒間でバッと変えちゃうっていった感じです。別にこのやり方じゃなくてもいいです。はぁって深呼吸をして、で、やろうっていった感じでやってもらってもいいです。何かしら一つ勉強を行うスイッチがあると勉強に取り掛かりやすいと思うんですね。なので、まあそういったものがないというのであれば、こういったやり方も使ってみるといいと思います。別にこんなことやらなくても勉強できるっていうのであれば全然大丈夫です。で、その後は教材を広げて、例えば一問解くとか、問題集であれば一問解く、テキストであれば一行読む。そうすると意外と続けられるんですよ。3問目行ったり4問目行ったり、また3行目読んだり4行目読んだりみたいな感じで勉強を意外と続けることできると思います。例えば初めは5分でもいいと思いますし、できる方は10分だとか30分とか、
そういった形でも大丈夫です。とりあえず取り掛かるっていうのはすごく重要なんで、もしできてない方はぜひですね、参考にしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。